はい、どうも、ショイ TV です。りょうへいです。本日は大阪に来ております。そして今回、小松先生に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。だいぶお久しぶりでございまして。そうだね、そうだね。だいぶ僕ちょっと体型がなんか別人になって別人、そう、よくすごい言われるんですけど。で、今回ちょっと僕と相方の良平が、はい、ちょっと肩の方をちょっとこう調子が悪いというか。良平くんが肩が悪いね。そうですね、肩と頭が悪いいいね、またえ、腰と腰とちょっとお腹やっぱり、まあ、腰とまあ肩なんですけど、はい、腰肩とか、はい、ちょっとそちらの方をちょっと見ていただきたくて、はい、で、良平は多分あの初めてお会い始めたんですけど、はい、本当にもう肘だけ肩だっけ。肘もやってるっちゃやってますけど、うん、基本的には肩が外れるっていうのかな。高校の時からたまに外れちゃうような。あ、すぐあの脱臼する、はい、習慣性だね。習慣性脱臼とか、うん、まあ若干やっぱ編集やってるので少しだけ腰が痛かったりとかっていうのは、まあ、体中どこかには何か爆弾を持ってるような感じですね、うん、で、以前からあの動画は見てくれてはいたんですけど、はい、信じてないんですよね。よくね、あることはね。ちょっと、はい、なかなか信じない子なので。疑いの目から入る。そんなことないです。多分、前だからね、あれけどね。もう折れへん時では。またみたいなね。もうやめですよ。さっき言ったじゃん。とか言ってた。なので、今回ちょっと、先にちょっと両辺の方を。はいはい、でまずちょっと、ね、腰を、まあ、前どこも。はい。うん、OK。これ、痛みは出ない。腰は大丈夫です。大丈夫。OK。で、後ろ。この腰に手を、この後ろに。ちょっと後ろちょっときつそうだね、はい、いかないね、はい、OK です。もう顔がねでもう一回この状態でこっちにずっと、ここ柔らかいね。で正面向いて、で反対、こっちが分かる、分かるよね。こっちがすごい行く、こっちってすごい回ってる、こっちね。その代わり正面から向こう行ったら向こう回らない、引っかかるよね、うん、だから腰これが良くはないってこと。今度は側屈、この中でこっち OK で正面向いて、で反対、こっちにひねる分が一番突っ張ったよね。 OK で今度力がどうかってね、はい、これグーしてもらって、グー、これキープしてもらって、顔まっすぐで、これ止めてね、キープ、はいはい、キープよ、はいはい、これキープできるよね、はい、OK、今度反対、これキープね、はい、これもできるよね、はい、OK、右投げ右打ち、はい、うん、今度右に体重の、右体重で今度どうか、これキープね、抜けるの分かる？痛いっすね。右体重にしたら無理、まっすぐできない、まっすぐだったら右をキープして、はい、これしっかりできる、はい、でも右に体重乗せた時には右がちゃんと働かない、これ全然働かない、うんうんうん、右体重の今度は左どうか、キープね、はい、これしっかり入る、はい、右体重にした時に右半身が働いてない、右投げ右打ちにとってはもう最悪のことそうですねで今度は左ね、反対、はい、反対で今度はこっちキープね、はい、左の左はしっかり入ってるわけ、はい、ね、で左の今度右がどうか、左の右はどうか、はい、これもしっかり入るわけ、はい、だからどっちか言ったら突っ込むタイプ。そうです、本当ですねだから乗せれないっていう、ずっとそうそうそうね、僕見たことはないけど、もう今の体がだって右に乗せたら無理で、左も右もいけるってことはもう絶対突っ込むパターン、体のバランスがそうなんだそう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 、働いてない、右の右がちゃんと働くようにしないといけないのと、あとはこっちに回す分が、まあ、肩はどうかな、肩こう上げる分とかグッといっぱい、え、こっちは全然上がらないですなかなかいいね。でこの前はまだ、まあまだね、はい、向こうがね、これ多分バランスだけで肩幅に見せてきました。もうちょっと開いてくれる、もう一回上げてくれる、今ここしか上がらないやん、もう一回 ね下ろしてもらって、今度は右体重で今度グッと上げてもらって、ちょっとさっきより上がるか、で左ね、左は多分だいぶ上がると、左の方が上がってるの分かる、分かります、分かる、まだ左の方がマシね。で今度はちょっと前でグッと上げてくれる、これ一番上がってるの分かる、自分で、はい、うん、で後ろは多分上がらないね、後ろ体重でこうやって上げてくれる、はい、これ一番上がらないね、バランスを左の前に、これをしたらだいぶ上がる、あ、本当だだからバランスが崩れてるわけ、これ左の今前にしたら結構上がるね、これだったらこのままね、まっすぐでグッと上げる、これもう上がらないやん、これどうしようかな、足のバランスだけで、左の太ももね、もう一回上げてくれる、これ今ここまで上がらない、下ろしてね、下ろしてね、はい、これで上げてくれる、だいぶ上がるから、さっきよりかは分かる、こんだけで変わるわけ、あ、全然違う分かる、おろ、おろしてくれる、はい、はい、もう一回上げてくれる、これだいぶ上がるから全然違うバランスだけでこんだけ違う、はい、もう一回上げてくれるいやでも痛い、痛い、痛い、肩は今まだ触ってない、肩だけでもこんだけ違う、失礼します。これさっきちょっとね、こう見る前にちょっとバランス合わせてしまったからあれだけど、股関節がこんなに硬いわけね、こう曲がらないね、はい、これもう、あ、こっちまでやるか分かる、はい、右がやっぱり全部原因がある、こう左こんだけ動くのに右はやっぱり動かない、ここで止まってしまう、ね、ちょっとここでキープしてもらって、僕下に押す、止めてね、はい、
もう全然力入らない、入らない、オッケー、しっかり抜いて抜いてこっちね、キープね、はい、全然入らないからオッケーオッケー。で、今度下向きになってくる、下向き、なかなかだねーねー。まずこれで、こう右足の方が短いの分かる？はい。どっちも短いよ、どっちも短いけど、こっちの方が短いねはいね、これね、これをまず揃えるから楽にしといてね。はい。背骨の治療をするから、首が悪い、これでもう今足の長さが揃ったから、あ、わかる？本当だ。これで今揃ったね。背骨っていう大きい神経がここに、ね、通ってるから、脳からの、だから背骨のこう治療をしてあげたらこんだけ変わる。でここまで変わったら、これで上向きになってくる、仰向け。あ、全然違う。わかる？僕だからまだ全然触ってないよ、こう。はい。あ、一緒やん。これ元々よりも元こっち向いたら、はい、こっち全然いけへんかったやん。はい。これ。あ、全然違う。まあこういうところが変わる。腰もあるんで、まあ、せっかくがちょっとね、DVD に入ってる主義ね、これはもうみんなに買って楽にしといてね。何歳若いのにそんな顔して。痛くないやん、また。本当に体痛いぞ。リアクション、リアクション。やっぱこっちの方が硬いっすよ。もともとこっちの方が硬いからね。でも、もうこんだけ曲がってるからね。でこうなったら、で、柔らかくなっただけじゃなくて、はい、こう力こう、キープ、止めてくれる、はい、止めてくれる、はい。あ、マジだ力入りやすいやろ、はい、キープね、はい。わかる？え、てか全然力入れてないです。これは強くなったんじゃなくて、だいぶ正常になったってこと。あの力、あの神経がちゃんと働き出した。こっちに来てもらって、この状態でまたさっきみたいにこう、まっすぐ、肩幅で、うん、いけるところもずっと。あ、全然違う。やらかなったの分かる？今ついたやん。全然前。めっちゃ痛いですよ。翔平さんだったら分かるんですよ。本当に動かないですよ、僕。いや、でもさっき撮ってたやん。やる前、もんなやったやん、さっき。ついてるやん。はい。で、さっきのこのこっちに行って、まずこっち行ける方でこっちずっと回してくれる。うん。で、一旦正面向いて、反対。こっちダイブ。ほら。あ、さっき全然行く。分かる？はい。これだいぶ楽になった。だいぶ良くなったけど、もう、あ、全然変わる。うん、まあせっかくね、東京から来てくれてるから、もうちょっとね、これ固まってるからね、楽に。もともとずっと野球やってたの？はい。これこんだけ今上がってるからね、無理に上げてんじゃなくて、これが良くないから、これが胸硬いからね、もうちょっと行かないといけないってことね。これ今わかる？これこんだけ、はい、先こんなんやったらね、はい、今これこう柔らかくなってきてね、内線がこう内にするとね、こんだけだね、全然違う。ね、これになったらだいぶとこう寝上がるから、ね、怖い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 。でこれで立ってもらって、怖がらずにグッと上げてもらったら全然上がる。全然違う。そういうこと。だからやられた感がないし、でもこれ神経に対しての治療だから、神経がちゃんと働くようになったら、別に僕肩何も触ってないやん、はい、腰も何も触ってないやん、足も触ってない、あのね、そのでも柔軟もすごい柔らかくなったりとか、股関節も柔らかくなったし、はい、肩、言ってて肩がこうやってふざけてると他にやっちゃいそうだから。ちゃんと野球しようと思ったら、もうちょっとね、この投げる時にどうかと、うん、細かいとこをやっていけばもっともっといくけど、また東京で、うん、ありがとうございました。でも受けるまで分からへんからね、これって受けてでもあんなんで良くなるんかなとか思うやん。いや、本当にこれだけ言っていきたいんですけど、最初からそんなに不意に大前提としてまずないっす。はい、腰どの動き、まあ、まず前から前屈からずっとこう、痛みは大丈夫？痛み大丈夫ですね、うん、はい。これ腰痛みなる前はどう、ついてた？ペダッと。そうです、ついてます、ついてた。硬いんだね、やっぱね。後ろの方がきつそうだね、前よりも後ろが全然いってないもんね。オッケー。で、その状態でこっちにずっとひねっていってくれるから。あ、これはまあまあだね。で、正面向いて、今度は反対。これが引っかかったね。こっちも行かないね。そうです、これ以上行かないです。うん、行かないね、はい。右投げ右じゃね、そっちに回らないといけないのに、そっち回ってないからね。そうです。うん、この側屈行こうか。うん、これまだいけるね。正面で反対。うん、側屈はまだマシだね。肩は？肩は、こういう動きの中は大丈夫なの？肩は良くなりましたね。オッケー。で、この状態、この状態で今度はこう前にこう。これちょっとだけが引っかかってるね。今度この状態がこの後ろ、はい、うん、痛みはこっちの方があるよね。そうですね、うん、外旋ね。だからこういう、だから前みたいにこうなるからね、これをうまく抜ければね、はい、そうですね、そうそう、右体重でちょっと前に前屈ずっといけるところ、前屈ずっと、あ、いかない。で戻してもらってすごい反対、インコンコ、左体重でこのまた前これもっといかないやん、ね、ちょっと前体重で今度、うん、怖がるね。おじいちゃん、ちょっと今度後ろ、後ろ体重、ちょっと後ろ体重で今度前。
まだこれ一番痛い、ね、うん、だからバランスが後ろになればいいわけ。だからこっちのちょっと後ろ、はい、でこうやってくれる、だいぶ行くからこれ。お、行きます、うんうん、行きます。左の後ろ体重にバランスが戻ればこの痛みは取れるってこと。でさっきねそれを足からやったから、はい、ちょっと今回ちょっとねあっちでやってみようか。こうキープとキープね、はい、はい、OK、こっちから入るね、OK、はい、で今度こっちもキープね、はい、これ入るよね、はい、右体重でこのキープしてもらっていい、はい、はい、これも入らない、わかる？入らないです、ね、うん、右体重にはできない。で右体重、今度左ね、はい、これしっかり入る、はい、しっかり入ります、うん、でこの左体重の左、OK、これ入る、左体重の右ね、キープね、はい、これも入る、はい、一緒だね、右体重の下時に右が働いてないってこと。ベッド大丈夫かな女性のウエストが2つあるぐらいあるけどそうですね、こんだけしか動けへんもん。これこっちまだ分かる？はい、分かります。なんかみんな右がダメだね、全然いかないやん、これいかないですね、これ以上、うん、僕下に下ろすから、はい、キープ止めてね、はいはい、もう全然入らないから、 OKOKOK 全然入らないこんな太い足してるのに全然力がないやん。これね、足の長さこんだけ違うってこと、ね、右がこんだけ全然違う。まずこれをね合わせる。これも背中ね、脊柱から、ね、全然この神経がね悪いから、これでも足の長さは揃ったから、おぴったしね、うん、首が悪いの、でぴったしなん でこれでこっち側がねどうかっていうことね。おさっきより全然これがね、こっちはもともとまだね行ったけど、だ同じぐらい行くようになったからね、はい、ここが神経がどんだけね戻ったか、こうキープね、止めてね、はい、はい、おおね、こんな感じね、はい、はい、これは一緒ね、強くなったんじゃなくてちゃんと神経働き出したから、筋肉にちゃんと神経がねこう命令出せるようになったね。なんか力士の人の治療してるような感じだね久しぶりにまた肩幅に足を、ね、広げてもらって怖がらずに前に前屈ずーっといった。お後ろね、後ろも怖かったから後ろやってもらってずっとね、あ楽に行く、うん、全然いくね。こっちもともと回った方ね、こっちずっと回してもらって、はい、こっちもともと回、こっちもねだいぶ回りきます。でも肩も動く分いけるんで、ちょっと動かしてもらって軽くなってるから、はい、うん、であとちょっとね肩が結構まだねひどいから、ちょっと肩の手技を先に、はい、え、こう足前足よくね、僕もね知り合いに言うんですけどね、言われる感じですね柔らかいんだよね、だから本当にこれだけ気をつけたら絶対いける。前みたいにもこういう動きの可動域はそんな悪くないから全然、と半分東京行くから、はい、グラウンドでやりたいね。ちょっと投げるのもそれ、うちのも飛距離めっちゃ変わるよ、だいぶいいから。あとはこういう動きができれば、これでちょっと全体また立って動かして、肩がすごい軽いね、あ軽いです、うん、これも一緒で神経がちゃんと働き出したから軽く感じるって、はい、前足でも軽く感じる、ね、ださっきのもうバランスで変わってたから、僕はもう1回目バランスでやったから、はい、今あっちでやったけど、地の後ろで楽になったやんっていうことは、毎回検査した時にどれで楽か分かったら、今日みたいにこっちの右の後ろで楽になったから、その状態でこういう風になったら自分でも痛み取れるし可動域が変わる、はい、それは肩でもどこでも、もう普通の状態で例えば肩上げてこう痛、さっきのこと痛かった、でもこれをさっき左にやった時にだいぶ楽になったね、で左の前が楽になったから、左の前でこういうふうにやったらこれはもう改善する、もうどこでも、腰でも肩でも首でもこれ自分で治せる、はい、ありがとうございます試します家で、うん、一個ちょっと聞きたいことがあるんですけど、はい、先生のフェイスブックに不随運動っていう、はい、こう動くやつあるんですか、はいはいはい、あれってあれでどうなるのか、あれは昔やってた治療法で、はい、今こう僕やってるやん、はい、あれはそれを感じ取ってるわけ、分かりやすく言った、次回そしたら一回そういうのを目で見てえってなりますもんね、僕はもう、うん、え、うん、なんだこれ、うん、っていうふうになったので、うん、あれはどういうそういうのがあれなんだろうって、次回一回そういうのをやってみるすごいのがあるので、うん、こうはフェイスブックもありますので、うん、ぜひともこちら見ていただけると不自由運動分かります、はい、凄さが、うん、興味を持たれるんでそうですね、はい、というわけで本日は小松先生に良平と僕の体を見ていただいて、めちゃめちゃ改善させていただきまして、今後の野球が本当に楽しみですこの動画を見た方はぜひとも、小松整体院さんに来てみてはいかがでしょうか。小松整体院さんの、リンク、インスタ、ツイッター、ホームページなど、研究会のホームページなどありますので、はい、チェックよろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。
本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、アイシャー翔平TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。